京都区の乱対文明14年11月27日は、室町幕府八大将軍、足利義政の時に起こり、28年間断続的に、続いた内乱。第五代鎌倉久保、足利重氏が、関東官令、上杉則忠を暗殺したことに橋を発し、室町幕府、足利将軍家と結んだ三内上杉家、大木谷上杉家が、鎌倉久保の足利重氏と争い。 関東地方一円に拡大した。現代の歴史研究において、京徳の乱は、関東地方における戦国時代の始まりと位置づけられている。関能の上乱を受けて、足利高氏が設置した鎌倉府は、高氏の次男である元氏の子孫が世襲した鎌倉久保を筆頭に、上杉氏が代々勤めた関東官僚が補佐する体制であったが、次第に鎌倉久保は、 幕府と対立し、関東管令とも対立していた。これを打開するため、第六代将軍、足利義則は、全関東管令、上杉憲りを討伐しようと軍を起こした第四代、鎌倉久保、足利持氏を、逆に、則りと共に攻め滅ぼした。その後、義則が実施を次の鎌倉久保として下校させようと、すると、 有気氏ともなどが持ち氏の維持の春大丸、安大丸を報じて挙兵する有気合戦が起こるが、これも鎮圧され、関東は幕府の強い影響のもと、上杉氏の先制統治がなされた。しかし、下吉の乱により、将軍吉典が赤松光介に殺害されると、幕府は関東地方の安定を図るため、上杉氏の先制に対抗して、鎌倉府の再興を願い出ていた。 越後守護上杉みすや関東地方の武士団の要求に応え、持ちうの子長がと丸を立てることを許し、ここに鎌倉府は再興された。再興後の鎌倉府では、持ちうが滅ぼされる原因となった、のりぞねの息子である、上杉す忠が、父の反対を押し切り、関東管領に就任し、重げを補佐し始めたが、重げは持ちう派であった結城氏、里見氏 小田氏等を徴用し、上杉氏を遠ざけ始めた。当然、の忠は彼ら重氏派に反発した。関東官僚を務めた三内上杉家の火災である長岡家中、大木谷上杉家の火災、大田助清らは、有城氏等の進出を阻止するため、法徳二年に重氏を攻めた。この合戦は、間もなく和議が成立したが、これにより、鎌倉久保と上杉氏との対立は、 容易に解消し得ない状態となった。鎌倉を辞していたのりただは、間もなく、許され、鎌倉に戻ったが、茂氏により影中方の武士の所領が没収されたことを契機に、聖氏と影中ら忠かのりただか診断との対立は、所領問題に発展したとされている。京徳3年12月27日、長尾影中が、鎌倉不在の隙に、鎌倉久保、 足利重氏は関東官領上杉憲忠を謀殺。里見氏、武田氏等の重氏側近が長尾実刑、県警府氏も殺害した。在京していた憲忠の弟、上杉ふ昭は兄の後を継いで関東官領に就任、重帝の越後守護上杉坊邸と合流して、上野平以上により、京徳の乱が勃発した。 影のからは直ちに兵を集めたものの、越後軍の関東下校前に、武蔵部売川の戦いで、重行寺軍の前に大敗を喫して、武蔵を追われ日立小栗城に逃走したが、事前に、乗りただ殺を幕府へ報じ、重行寺政党を要請していた。重行寺討伐を決定した幕府は、駿河守後、今川乗りただに出陣を命じたが間に合わず、小栗城は重行寺により落とされた。 重氏は、宇都宮遠綱を下すなど各地を転戦していたが、北関東の上杉方の攻略に手間取っている間に、留守にしていた本拠地鎌倉を今川の利忠により占拠され、鎌倉の勝長寿院にいた重氏の兄弟である清順が日光山に走って上杉方と通じた。このため、重氏は鎌倉に戻るのを断念して、下宇佐古川に入った。以後重げは、 小賀城を本拠地とし、小学坊と呼ばれた。この戦乱は各地に波紋を広げた。この年、千葉市では茂氏に通じた、文家の幕割高種と重心の原種房が挙兵して、本家の千葉種ただ、種の利夫氏を倒して、家徳を奪っている。この時、千葉市の援軍に駆けつけた、大城、大津義も自害している。翌交渉2年には上杉派の宇都宮東綱が、重氏に、 巨城の宇都宮城を包囲され、重氏に寝返った重臣たちに追放される老、息子の名綱は降伏して、重氏に従った。同年、ふさあきは武蔵に入り生死と交戦を続けた。一連の戦いの結果、関東地方は当時江戸湾に向かって流れていた。利根川を境界に東側を小学坊陣営が、西側を関東管理陣営が支配することとなり、 関東地方は事実上東西に分断されることになる。長六二年、将軍吉政は茂氏への対抗策として、前年に減続させた、イボ兄の正友を正式な鎌倉久保として、関東に送った。正友には、三内上杉家のほか、渋川義教、上杉の友などが配下として付けられていたが、実権はすべて幕府に握られており、関東地方在住の武士たちの指示、 協力も得ることができなかった。そのため、鎌倉に入ることができず、手前の伊豆の堀越に入り、堀越久保と称した。吉政は続いて、政党軍を派遣するも、任務を捨ておいて、自分の両国、越前に出兵した総大将の柴吉俊を追放することになり、政党どころではなくなってしまった。一方、房さは、長六三年、大田将の戦いにおいて、 大敗を喫死した。以後、両陣営は、付近のイカゴ陣を挟んで長期にわたって睨み合った。ふさあきは干渉7年に、イカゴで病に倒れて陣没。これに対して幕府は、上杉坊邸の子をふさの養子として、後を継がせるように命じた。これを受けて、坊忠氏の次男、上杉秋貞が後継者となった。だが、干渉2年に、岩松も地区に、 二郎夫子が、いとこの岩礁家順に暴殺され、干渉六年には、長尾啓人が房秋の推挙を受けて幕府から、足利市発祥の地、下月足利省の大官職に部任され、翌年秋に、啓人は、道場観能場に入部して、下月に、上杉法の拠点を築いた。応仁二年、上野で綱取り合戦が勃発、上杉軍が勝利して、文明元年に、 重氏についた、持ち国の次男政権が、上杉法の家順に追放され、岩松氏を家順が統一する、と、徐々に、上杉側は、反撃に打って出た。文明3年、重氏方の千葉市、小山市、結城白が伊豆へ侵攻し、正友は、三島で敗退した。秋下柄上杉法は、重氏法の主力が伊豆に出陣している留守を狙い、古川に出陣。 小山持政を離反させて、下付国内の諸城を下した。だが、翌年には茂氏も小賀城を奪還して、勢力の巻き返しに出た。この間、茂氏は幕府主導の改元に従わず、教徳の連合を使い続けた。文明8年、上杉や有力家臣の長尾影春が、関東官邸化の出事になれなかった。不満のため、八方城にて挙兵し、 文明9年1月には、イカゴを陥落させた。危機感を抱いた秋貞は、文明10年、生死と和睦を成立させた。そしてなお反抗を続ける、千葉高種を、堺根源合戦で破った。翌文明11年、重氏は幕府とも和議を申し出、文明14年11月27日に至り、ようやく幕府と重氏との和睦が成立した。 これによって、重氏が引き続き、関東を統治する一方で、伊豆の支配権については正友に譲ることになった。重氏による反幕府的行動は停止されたが、配下の諸将を多く持つ、古川の重氏と幕府公認の久保として、権限を持ちながら、関東に入れない、堀越の正友の二人の久保が並存する状態は、依然として続くこととなった。将軍、 足利義政が関東官令側に立って、しばしば介入したにもかかわらず、教徳の乱は28年に及び、この間に応仁の乱が始まりかつ終了している。教徳の乱が応仁の乱に波及した、少なくとも教徳の乱を収められなかった将軍及び官僚、細川勝元に対する不満が応仁の乱の援引の一つとなったとされる。幕府は他に、欧州短大、 大崎の兼、結城正康、小笠原光康安にも出陣要請をしたが、王羽は国人が互いに抗争を繰り返しており、大崎、結城の二人もそれに巻き込まれていて出陣することはなかった。小笠原も一族の内向に巻き込まれて同様であった。ありがとうございます。